はい、皆さんこんにちは。今回ですね、アバロンのね、ラックが上がる瞬間と、まあ、あとはちょっと、幽遊白書の方のね、お話をちょっとしようかなと思ってます。はい、じゃあまずアバロンのね、ラック上げいきましょうかね。うん、はい、こんな感じですね。4体いますね。前回、降臨、アバロン降臨してきた時に、まあ、4体ゲットできたわけなんですが、その時にね、適正かどうかっていう、まあ、ゲームウィズも書かれてましたけど、こちらのね、あの 100% 中の 100% のトグロ、これがね、運枠として、まあ、適正なのはもう一目瞭然っていう感じですけどね。聖騎士キラーとアンチワークですよね。うん。で、友情コンボも、普通に、反射クロスレーザー L ということで、広範囲に、まあ、攻撃もできると。で、キラーもね、友情コンボに乗るということで、かなり、まあ、強い。運枠としてはもう強すぎるというぐらい、強かったです。はい。自分が使った感じではね。今までは、リリスですね。リリス。リリスは、はい。こいつはね、火力も低いし、友情コンボも使えないし、っていうね。本当に、メテオ要因ってやつですかね。はい。なんだっけ。いざという時の、まあ、雑魚処理みたいなね。メテオで、なんとか切り抜けるっていう、まあ、それだけの要因だったんですが、もうこっちのね、もうトグル 100% 中 100% はね、ただの運枠というだけにとどまらずね、普通にガツガツと攻めれる、強い。普通にね、このキャラクター自体、ガチャキャラ並みに、ガチャキャラ顔負けのぐらいにね、強いんでね、こいつ本当に。アタックもめっちゃ高いし、ダブルキラーあるし、ね、神キラーがあることによって、イザナギとかイザナミも適正なわけですよね。うん。で、まあ、聖騎士キラーでアバロンに適正と。で、筋肉操作で、まあ、4秒ぐらいかな。4秒ぐらい、もう、ボッコボコにどついて、ランダ系ですよね。どついて、吹っ飛ばすと。その後、1ターンだけ、さらに攻撃力がアップしてる状態で動けるっていうね。めっちゃ強いです、こいつね。本当に。同族の絆過激で、まあ、さらに2000アップさせてるんで、攻撃力ね。まあ、アボロの弱点とかにね、SS ぶち込んだら、普通に200万以上は出ましたね、ダメージ。ほんと強いです、こいつはね。本当に、かっこいいし、強いし、最高だわって感じ。というわけで、アバロンのラック上げいきたいと思います。これじゃないね。はい、8。前回8になったんで、はい、今回ようやく、何 ?12? はい、12になりますね。いやー、ついに2桁か、って感じですね。はい、行きましょう。合成開始。よし。大成功で。気持ちいいね。よっしゃ。ラック12。いやー、アボロもついに2桁まで来たかって感じですね。本当にね、まあ最終目標というか、とりあえずの目標は、まあバックですね、2ライカナイとか一番簡単っていう感じがしますけど、2ライカナイとかね、別にキャライとかないのでね、まあ、時間が合えば、まあ、やるっていう、まあ、やってもいいかなっていう感じですけど、まあ、アボロンほどやっぱ執着しないですね。アボロンは本当にいろいろ、こいつ普通に強いし、SS ターン短縮とか、で、斬撃とリワインドブラスターで、まあ、ストライクとか、残り HP の 50% を消費して、それの50倍のダメージを与えるっていうロマンがある。すごいね。この、めっちゃロマンがあって、絵もめっちゃ個人的に、かっこよくて好きなんですよね、アバロン。まあ、アバロンと、トグロ 100% どっちが好きなのかって聞かれたら、それはちょっと、困っちゃうんですけどね。ジャンルが違うんで、まずね。はい。で、ようやくね、アバロンが2桁。ようやく2桁です、ございますね。まあ、これ
これでちょっとまあようやく12ということなんで、まあようやくあとこれを8回か9回やれば、なんとか運極になるということでございますよね。はい。というわけで、まあ、アバロンの、アラッカゲーはできましたので、次は遊白書ですね。遊白書のお話をしたいんですが、前回もね、前々回も言ってたと思うんですが、遊白書のコラボはもう終わっちゃったんですが、まあ、ガチャ終わっちゃったんですが、こちらユウスケね、浦飯ユウスケ、こいつがね、ガチャって言っても、どうしても、コラボキャラクターで、クラマとかヒゲとかね、全然出ない。なぜかユウスケしか出ないっていうね、なぜかね、その謎の仕様がね、あってですね、この4体を見てどうすんだよっていう感じで言ってましたよね。うん。でですね、ガチャの、確か最終日ですね、昨日かな、超重視祭が始まる1日前の最終日ですね、遊白書ガチャ最終日の、さらに、11時59分ですね。はい。11時59分。もう最後の最後ですよ。遊白書の、ガチャの最後。ね。そこで、ちょっと、なんていうの、ちょっと奇跡を信じてっていうかさ、ちょっと願ってね、11時59分に、20連したわけですよ。はい。なんとかその奇跡を願ってね。そしたらね、ちょっと思いが通じたのか、こちらのね、比叡が出ました。比叡が出ました。いやー、ほんと嬉しい、これね。クラマは出なかったけど、比叡ね、めっちゃ強いし、次元斬で強い、バリバリいけるし、あとはストライクショットで、まあ、この蛇王炎殺黒竜派ってやつかな。これもかっこいいし、強いしね、ってことで、いや、嬉しいわ。あとはな、あとなんといっても、ユウスケしか出ない。とにかくユウスケがダブりまくってるっていうね、そういうジレンマからも解放されたっていうのが、いや、嬉しいですね。はい。いやー。ジャガンの力を舐めるなよ。くらえ！炎殺かかれた！はい、かっこいいですね。これ本当に気持ちいいし、演出もかっこいいし、ということで。ユウスケもね、全然外れキャラじゃないんですけど、こっちね、嫌いやがれ、レイガン！レイガンもね、初の、なんか壁に反射させて当てれるボールで、爆発するっていうね、気弾ですよね、気弾。まあ、気弾っていうかレイガンですけど、はい、気の玉ですね。これをまあ、反射させて、前、ボスの目の前にこう、雑魚がいて、とかね、邪魔だよとかっていう場合でも、壁を反射してボスに当てれるとかね、迂回して、なんか、うまく弱点にこうぶつけられるっていうので、まあ、かなり使えるというわけですよね。で、ユウスケ自身も、この段階でも十分強いんですが、前回も言ってましたけど、やっぱり、神化ですよね。神化に期待してるっていうところなんですよね、ユウスケは。遊白書で、トグロ戦が終わった後に、潜水っていうね、また、強敵が出てくるんですが、まあ、そこでね、ユウスケは魔人として覚醒するわけですよね。白髪になって、すごいロン毛で、なんか全身にタトゥーが入っててね、ユウスケ、なんかもう人間を超えてる、もう神みたいなね、めっちゃかっこいいキャラクターなんですよね、あれね。クラマが、普通の姿と、ヨーコとね、感じですよ。覚醒したようなね。めっちゃかっこいい。あれが実装されれば、もう本当に嬉しい、ハッピーに、みたいな感じですよね。嬉しい、ハッピーに、とか言って。とりあえず、ユウスケね、こんなにダブってるんで、さすがに、3体までが限度かなって感じですけど、4体いるんでね。まあ、本当にこいつの神化が来てね、そういう魔人化したユウスケとかね、本当に実装されたらいいなっていう感じでございます。はい。いやー、本当に、11時59分、ガチャ終了の11時59分、ね、最終の1分間で20連したら、比叡が当たったっていう、本
当嬉しい。よかった、本当にね。この時何気に、引っ張れっていう文字が確定でしたね。確定っていう文字で、お、確定来たわ、みたいなね。確定からの消え、みたいな。いや、よかった、本当にね。いろいろ、いろんな意味で嬉しい。そしてですね、こうやって、ヒエがとりあえず当たったんで、クラマは残念ながら当たりませんでしたけど、今回はね、ダイナコラボとか多分来ると思うんで、その時に狙おうかなっていうね、感じですよね。で、とりあえずですね、3キャラクター、ね、トグロ含めて3キャラクター揃ったわけですよね。こんな感じ。はい。トグロ 100% と、ヒエ、ユウスケ、こんな感じで揃ったわけですよ。うん。で、このメンツっていうと、Jスターズビクトリーバーサスっていうゲームがあるんですよね。アクション格闘みたいな感じの。はい。そっちで、この3人の、この、ちょうどこのメンツが、出てるんですよね。使えるんですよ。うん。なんで、そちらの Jスターズビクトリーバーサスっていうゲームをね、買おうかなと。ほぼ、僕の場合は、このトグロ 100% ね、このためですけどね、こいつのためみたいな感じですけど、こいつちゃん好きなんでやっぱりね、うん。Jスターズの方は、一応トグロはで、100% 中の 100% には、なれないというか、そういうなんかモードはないみたいですけどね。うん。なんかここまでのバッキバキのムッキムキはないみたいですけど、とりあえず普通の 100% ですね。上半身がもう、大木みたいなね、もうボッキボキの、もうムッキムキのバッキバキってですね。で、普通にズボンは破れてないっていう感じの、その 100% の方は出てると。なんで、うん、ほぼほぼトグロのためっていう感じですけどね。あとはユウスケ。こちらのね、さっき言ってた、魔人として覚醒したユウスケですね。そちらも、Jスターズビクトリーバーサスでは出てるんですよね。うん。白い髪の毛になって。で、普通に体にタトゥーとか入っててっていう、マージンユウスケがね、出てるんですよ。はい。なんで、Jスターズビクトリーバーサスもね、ぜひ、買ってプレイしようかなと思ってます。はい。ということで、こんなところかな。うん。本当にね、ヒエ当たってよかった、本当に。うん。11時59分の奇跡ってやつですね。はい。いやー、というわけで、うん、かなり、満足して、今ね、僕の中で誘惑が結構ブームになってて、マイブームみたいな感じですよね。本当に当時アニメでやってたっていうのもあるし、その時幼少期だったんで、なんかこう見てたなっていう記憶ぐらいしかないので、DVD ボックスとかね、ブルーレイボックス出てるんで、買って全話見直そうかなって、全話見直すっていうか、新規一点で見てみようかなとかね。はい。で、Jスターズビクトリーバーサスも買ってプレイしようかなとか、いろいろね、自分の中で誘惑ブームでございます、現在ね。はい。というわけで、今回は、アバロンラックアゲと、誘惑書について、ちょっとね、熱くなっちゃいましたけど、ちょっと語ってみたという動画でした。はい。じゃあ、また、Jスターズビクトリーバーサスね、できたらプレイ動画とかね、やりたいですし、うん。またそちらもできたらよろしくお願いします。はい。では、今回はこの辺で終了にしますね。ありがとうございました。またね。